こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。大変ご無沙汰します。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。おめでとうございます。なんかももさんがまたちょっとなんか新しい車を作ったとかって聞いて遊びに来させてもらったんですけども、ありがとうございます。これ車両名は何て言うんです？トリップってモデルです。トリップ。トリップ。旅を目的とした車ですね。大きいですね、はい、これはハイエースじゃないですね。ハイエースではないです、はい、ももさんのところはハイエース専門店なはずなのに、から今までずっとハイエースで行こうかなと思ったんですけど、やっぱりハイエースにはできないことをちょっとやりたいなと思いまして、2年ほど前から、はい、考えておりました。悪巧みしようというわけですね、はい、なるほど。大きいですけども普通免許で乗れるんです？はい、8ナンバーの短期化車になってます。普通の免許で乗れます。すごい。何人乗りぐらい行けるんですか？7人乗りです。そんな乗れるんですか？はい。何人寝れますかね？最低4人以上はもう寝れます。あ、じゃあ5人家族なんかでも乗れます。あ、十分寝れる、はい、すごい。というか普通に家ぐらいの大きさありますね、はい。ちょっとじゃあ早速見させてもらいたいんですけども、はい、まず外装からいきましょう、はい。この車デザインすごくなんか可愛らしいですね。なんだろう、柔らかいイメージがありますね、この車。キャンプカー、キャブコンっていうとドーンと前が出たりとかって、もちろんバンクベッドって後ろで上で寝れるのがついてるんですけど、比較的コンパクト系に収めたような形で、運転もしやすいような形で、さらに車内を居住空間広くっていう形でコンセプトで考えました。え、考えたってこれじゃあももさんがデザインしたんですか？はい、そう。そうです。デザイナーさんがいます。あ、でもじゃあコンセプトはじゃあ、そうですね、僕と今一緒にみんなで、じゃあダイレクトカーズさんでもプロデュースした。あ、オリジナルです。ですね、完全オリジナルです、はい。じゃあちょっとまずはね、外装の装備とかを見させてもらいたいんですけども、冷蔵庫の後ろのダクトかな。ダクト、そうです。じゃあ排熱ができるんですね。じゃじゃん。さあ、これは何でしょうか？なんだろう、もう全く見当がつかない。あ、外からこれトイレの部分ですね。そうです、そうです。あ、なるほどなるほど。あ、でもきちっとそうやって密封してる。じゃあ匂いもなんか出てこないかな。大丈夫です。あ、もうちゃんと出るんですね。すごい。水出ちゃうんですよね。温水が、あ、じゃあ海とか行ってもすぐにシャワーが。おー、 OK です。 OK です。すごい。これはこれ排水で、あ、使った汚れた排水がここからドレンできるんです。あ、じゃあ中にシンクとかがあって、はい、そういった排水がこうやって抜けるんですね。抜けます。一気に抜けましたね。抜けますね。こっちも何かあるんです。おお、すごい広いですね。はい、僕も入れますよ、これ。僕も入れるぐらいです。あ、ほんとだ、広いですね。寝てもいいですよね。ですね、はい。じゃあ、ももさん閉めましょうか。あ、はい、広いですね、ほんとに。じゃあ僕165ですから、1800-900ありますね。すごいよ。あ、じゃあここの部分にアウトドアのチェアとか入れたりとか。そうすごい、バッチリじゃないですか。そこに何かあるんです？開きまして、はい、すいません。あ、ここにも収納できるんですね。収納できます、はい。排水タンクですね。たくさん入りそうですね、この排水タンクって。何リッターぐらい排水できるんですか？75です。そんなに入るんです？さっきから気になってましたけど、これ何です？ホース持ってきて、ホースドン、給水。何リッターここには水が入るんです？138です。138、使い切ろうとするのが大変ですね。大変です、すごい。あれはバックモニターですね。そうです。窓たくさんありますね、大きい窓が。ポリカーボネートで、これはじゃん、給油口です。いっぺんここで開けて、で中で鍵で外部電源ですね。あ、充電できるやつ、はい、かっこいいですね。なんか天井の方にもなんかちょろっと見えるけども、あるんですよ。またちょっとこう中で説明します。もう了解です。じゃあ次は中を見させてもらっていいですか？はい、まずは行きます。ステップが行きます。あ、乗り降りしやすいやつ、はい、よいしょ。じゃあお邪魔します。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。おお、明るくて綺麗。すごい、いろんな、これは別荘ですね、これは。でもすごい、なんかいろいろとすごすぎて、どれから聞いていこうか、また困りますね。まず車内のちょっと明かりを見てください。そこにスイッチ類が全部あるんですね、はい、す明るい、全部間接照明的な。そうなんです。ももさん、これはバッテリーですね。バッテリー、これが給水が今何パーセント入ってるか、あと残りだから 40% しか入ってないよっていうこと、これ排水が逆に何パーセント溜まってるか、23%溜まってますよということで、給水排水がこのメーターを見ることによって分かっちゃうんですよ。だから水を捨てんといけんとか、追加せんといけんのがここで分かっちゃうんです。全部分かっちゃうんです。素晴らしい。それもね、なかなかちょっとランさん、じゃあ今から僕やりますからね、これね、はい、ちょっと聞いていただけます？はい。おお、僕のエンディングですね。そうです。このスピーカーから2つから回れてます。こっちと、そうです。今 Bluetooth の単独の音響になります。飛ばせるんですね。飛ばせてます。あ、すごい、バッチリですね。電気系はこんな感じなんですね。はい。じゃあここに冷蔵庫スイッチがあるということは、はい、冷蔵庫が148リッターで、上が冷蔵ですね、で下が
冷凍。あ、じゃあこの上側は何なんですか。これボックスになるんですけど、収納が、収納ボックスが1、2、3、4、5、6、7、8、9、上に9個もあるんですか。たくさんじゃ入れれますね。冷蔵庫があって収納があるよったら、次はやっぱしたらこっちのシンクですね。シンクですね、はい、これは流しですよね。流しで、この下がこれ IH。 あ、すごい。これ IH で、この辺はもうあのまな板とか置いて調理してもらったりとかで、ここは調味料入れたりとかっていう棚を作りました。ほら、あったかい。お湯が出るんですね。お湯が出る。瞬間で早いでしょ。あ、瞬間に沸かし器がするんです。はい、包んでますんで、お湯がもう。ここの中に。あ、なるほど。カセットボンベで。そうです。で、こっちがじゃあ、瞬間に沸かし器。さようでございます。の、車載用の。はい、さようでございます。で、ここで、あの、管理する。温度調整とかね。すごいですね。すごい。カセットボンベなのがいいですね。どこででも、コンビニでも買えるから、はい、ちょっとガス切れとったわ、もうでも、すぐに入れれますもんね。はい。すごい。いうことは、さっきの分かりました。ここの部分の排気がさっきあった外にあったですね。そうです。ここにあったこの隠し小部屋は給湯器のものだったんですね。そのままでございます。すごい。結構じゃあその発熱能力も高いんですね。そうですね。素晴らしい。で、ここがそのあれですね。あ、網戸がちゃんと。これなんかその折るタイプなんですね。そうですね。こんなんがあったんだ。なってるんですよ。すごい。これ高さが本当にちょうどいいですよね。天井が今これ1850とかは絶対ありますね。すごい広い。居住性はバッチリですね。ここ行きますか。あれ、あ、なるほど、はい、収納かと思ったらここにエアコンがあるんですね。そうなんですよ。なんかこれすごい一般家庭の分と比べたら小型でコンパクトな格好になってますよね、はい、AC じゃなくて DC のクーラー、直流のDC の方を使いました。そんなものがあるんです。はい。DC にするメリットみたいなのってあるんですか。あの AC の氷ですとこういう風になるんです。DC なんで直流でこう行きますんで、比較的やっぱり長く持つっていうところが。消費電力が少ないとかそんな。そうです、そうです。あ、そうなんですか。だからクーラーだからエアコンしかついてないです。じゃあこれがエアコンであったら別にそのまたヒーターがある。ここに常設ある。あ、こちら FF ヒーターのコントローラー。FF ヒーターです。はい。僕また別のコントローラーかと思ってます。はい。で、その本体は。中にこっちこっち。これはあの純正装備。この車では純正装備です。F ヒーターは純正装備なんですね。純正装備です。はい、すごい。冷気は上から下がってくる。はい、で熱気は下から上がってくるから、そうです。この位置なんですね。さようでございます。すごい。なんか装備がその綺麗に隠してあるというか、そうなんです。だからないんかと思ってたんで、ね、エアコンが。あります。あります、あります。はい。で僕ね、この手の車で一番気になるのが秘密の小部屋っていうとるんですけども、そこになんか小部屋がありますよね。何がこれの中に入ってるんです？どん。あ、と、これトイレと手洗いとシャワーになります。これ、あ、シャワートイレだ。シャワートイレ、すごい。もちろん匂いがね、あの臭くなるので窓もあるし、ここのファンもありますんで。あ、なるほど、はい、じゃあ、あの用を足した時でも、そうですね、ファン回したりとか匂いが消せるし、はい、あと湯気なんかもこっちで全然、はい、上に行きます。でお手洗いもなんかすごいいい大きさですね。もうちょっと座ってみてもらえます？社長にね、社長なのにからトイレ座らせるという。あ、座り心地もそうですね。はい、いいですよ。これ水洗かなんかなんです？はい、そうです。あ、なるほど。なんかあのほら、あ、すごい。袋に1回1回入れるようなタイプもありますよね。うん、もうあの後ろの下のボックスで全部ドンと出せる。すごい。何回分ぐらいトイレ用を足せるんですか？いや、相当できますよ。ですよね。ランさんのおしっこの量だったら全然。一週間分は。全然全然、はい。で。ここも、まあ、歯磨き粉とかね、シャンプーとかで入れたらいいかな。洗面台ですね。で、これはほら、プライベートカメラカーテンで、シャワーカーテンで。あ、なるほど。ですね、直接こっちにかかったら、そうそうそう。うん、いけないけども、ちゃんとあるんですね。すごいや。で、シャワーの排水が。で、さっき、あの排水タンクに全部溜まるっていう。すごい。もう本当に、この車あったら本当にあれ、災害時にはめちゃくちゃ強いですよね。そうなんですよ。ミニダブルサイズですね。寝るときにはこんな感じなんですね。こういうとこであの電源ありますからね。あ、コンセントがあるんですね。 AC で寝るときにこうやっておやすみなさい。すぐに寝れますね、はい、多分ね、幅がね、1メーターよりもあるかな。全然あります。でぐらいね、ありますよね。だから2人寝れますもんね、ここで、はい、すごい。ちなみにももさんね、はい、この今ももさんが寝てるスペースあるじゃないですか、うん、はい、これぐらいが僕のフリードスパイクですね。だから、なんだろう、4フリードスパイクぐらいありますよ。4フリードスパイクいいですね。あります、あります。すごい。しかもね、天井でこうやって熱気もね、逃がすことができるので、天井ファンがあるんで、はい、これめちゃくちゃ効くんですよね、はい、この下もなんか収納あったりするんです。この下に見えます、これが実は給水のタンクなんですよ。あ、ここに135リッター入ってるんですね。捕まっちゃうんですよ。あー、すごい、はい、そうなんですよ。で、こっち側は収納あったわけですね。ここですね、そうですね、ここ
ます。あ、たくさん入りますね。これあのランサム部屋って言ってこれ怒られたらここに、ね、閉じ込められるという。もう少しだけ大きくしてほしいです、ね。ここもベッドになるんですよ。ここもベッドなんです。これをぐーっと回すと机が下がるんです。そうなんだ。あ、すごいめちゃくちゃ早い。ベッドになるっていう。あ、なるほど。これ何センチぐらいのベッドなんです？1300ぐらいですかね。あ、じゃあ子供用のベッドが。そうですね。1300もあったら小学校低学年ぐらいかな。そうですね。は普通に寝れますもんね。寝れますね。あ、すごい。クッション性もいいですね。そしたらそっちに大人が2人でこっちに子供が2人ぐらい寝れますよね。はい、あとじゃあまだ寝れないんです？あちらですね。でこれがこっちですね。便利なバンクベッドです。これがバンクベッドって言うんですね。バンクベッドって言います。ももさんがその形状にこだわった部分ですね。そうですね。あ、すごい。でも奥行きも広いですね。そうなんですよ。これで奥行きどれぐらいあるんです？まあまあありますよ。幅はどれぐらいあるんですか？ちょっと私上行きましょう。あ、お願いします。はい、余裕ですね。多分1800ぐらいの人が寝ても全然余裕ですね。寝れますね。はい、余裕があるようにスペース取ってますね。すごい。奥もねやっぱりちゃんと2人は寝れますね。そうやったら寝れますね。いじめランサーいじめられたらこの端っこの方で。あ、でもここ本当に普通に2人寝れるし、頑張れば3人寝れますね。こんなところにも電源とか USB とか。ああ、で窓もあって、でここでから網戸ももちろんできるから。そうだ。だから夏場に寝てる時でもこの状態にして、うん、はい、向こうのファンを回したら空気がスーッと通るわけですね。そうなんです。これね相当涼しいの僕も知ってるんで、これ一遍体験してみたいですね。それとまだ隠し玉があるんですか？これが上に開くルーフウィンドウのサンルーフになってガクンと。あ、これ子供がたまらんねえやつですよ ね。そうなんです。よいしょ、こう上がったら、おお、ソーラーありますね。これソーラー何ワットです？215もあるんですか？すごい。あ、この白い箱みたいなのがさっきのエアコンの室外機ですね。すごいコンパクト。え、これで冷えるんです？家でね使ってる分よりかはめちゃくちゃコンパクトですね。これ、これはあのあれですけども、さっきの室外機がオリジナルで開発したものです。ももさんのところで、うちのね仲間のところなんで、この車両はやっぱりガンガンに冷やすことができる、はい、すごいですね。本当に小さかったですよね。表面積的なもんで言ったらこの板と変わらんぐらいです。これぐらいの大きさ、本当に小さかったです。普通室外機ってこの縦方向倍ぐらいはあるんで、だけどその半分ぐらいの大きさだから、ももさんに失礼だけども本当に冷えるんかってね。冷えます、大丈夫です。これはだから夏にね一遍その体験させてもらいたいですね。今涼しいから、はい、逆に言うたらそのキャンピングカーショーでからこの分外部電源取ってから、このエアコンで冷やしてから、はい、お客さん夏場なんか迎えてあげたら、いいですね、納得してくれますもんね、はい、もうだから夏のキャンピングカーショーにはね多分すぐ出品されると思うから、はい、見に来られる方はねこのエアコンの能力をちょっとぜひ見てもらいたいですね。これでも車のサイズに合わせていろんなものを新しく新開発されてるものが多くてからびっくりしました。はい、ありがとうございます。ももさん、娯楽っていうのは何かあります？娯楽といえば YouTube？ はい。でもタブレットかなんかで見るんですか？じゃあランさんだから発表前ですけど、これが実はこの車の一番の売りの面白いところなんですね。ハードル上げてきましたけども、ちょっとじゃあももさんお願いします。おお、これはなかなかないでしょうね。あのね、そうきたかって思いましたね。めちゃくちゃびっくりしましたね。なるほど、ここにもそもそもの、ね、収納してあって、すごい、これはちょっとびっくりですね。でっかい、な何インチあるんですか？32インチ。 32? 何考えとんですか？じゃあ後ろに乗ってる人たちなんかも、そうだからここでこう見ながらでもいいんだけど、こういう風に行けるわけですね。そう、ここでこう、すごい。これなんかちょっともう絵的にねもうおかしいですよ。キャンピングカーの絵じゃなくなってる。でこれテレビだけど、おお、あれ、これ見たことある人ですね。僕の動画ですね。これフルスクリーンで出せるんですね。ショーランさん、これすごいですね。これもうなんか音響もすごくいいですね。はい、仕事のしすぎで疲れたんで。そうです、全く人なのに。疲れた言えば許してもらえると思ってる甘い人間です。すごい、なんかもう本当にこれ別荘レベルですね。もう旅行行きましょう。いいですね。これで旅したらほんでも車から降りないような気がする。観光地じゃなくって車の中は楽しみそうな気がする。そうですね、うん、これがこの車の売りなんですね。ワッと驚かせる。すごい。これでも家が欲しい人は、はい、家買う前にいっぺんこっち考えた方がいいかもしれないですね。そうですね。あとまあ去年も多かったけど台風とか災害の時に何かあった時にこう助けてくれるというか避難所というか、まあ、役に立つ車だなと思っています。だからその避難所というかは逆に言うたら生活もしっかりできる車ですね。あの装備が本当に充実しててお湯も出るし料理もできるしトイレ付きのねシャワーもあるし
冷蔵庫があって冷凍庫もあってソーラーパネルで充電もできましたもんね。本当にねこの辺がラウンジ的でから装備も本当にすごいんですけども、やっぱし皆さん一番重要なところって金額面だと思うんです、はい、ですごい車なんですけども、どれぐらいの金額を今考えられてるのか。まだですね、実はまだ決めてないんですね。じゃあ値段の方はまだ未定だけども、はい、そのお求めやすい価格に。そうですね、ですね、ランサン価格にします。本当ですか、はい、半額ですよ。半額はさすがに会社潰れてしまいますんで、何かあの特典を必ず付けさせていただきます。あ、本当ですか、はい、ちなみにその価格が分かるのはいつなんですかね。1月31日から開催されますジャパンキャンピングカーショー、幕張メッセで開催されます。こちらで初お披露目、初デビューという形になりますので、その時に価格が公開される形です。じゃあどこに行けばこの最新車両が結局いくらになったのかっていうのがわかりますですね。本当にね、見たことがないような機能ばっかりでからもう本当に驚いたんで、キャンピング会場に行かれる方はぜひダイレクトカーズさんのねブースの方に行かれて現車をちょっと確認していただきたいところですね。多分ねその時にはねちゃんとデカデカと半額シールが貼られると思うんででも本当にねいい車ですんで、皆さんぜひ現車の方をね確認して見ていただければと思います、ということで今回はこの辺でご視聴、はい、ありがとうございました。モフさんありがとうございました。なんかいろいろたくさん持って帰れるみたいだから。はい、ありがとうございます。東京キャンピングカーショー。ジャパンキャンピングカーショー。頑張ってください。はい、ありがとうございます。現地で会いましょう。また会場で会いましょう。はい、じゃあ。